来たわ、辻。うん。怖い映像から始まった。うん、口ぶりの子。レイトンたちの目前でさらわれたはずのラゴーはすぐに屋敷へと帰ってきた。ラゴー探しの一件でチェルミへの警告を受けたレイトンたち。殺人事件と黄金の果実には何か関わりがあると推理したレイトンは本格的な黄金の果実調査に乗り出すのであった。です。え、何これ？こんなとこで終わってたっけ？ここでなんか変えたときない？うっそ。うん、パズルやってたんです。何も覚えてない。ホテルね。パズルの話をしてパズルシーか。あの謎はなさそうだったこと。しかもあれだよ、謎をが消費しないとさ、そう見ちゃうんだよ、そろそろ。そういえばどこ？え、そこら辺じゃなかった？これな気がする。それか、こいつです。わかんの？あれ、こいつじゃない？あ、ほら、あ、先生、待ってたんだよ。アンナさん、相談したいことというのは何ですか？それがね、聞いてくれよ。泊まってたはずのお客さんがいつの間にか消えちゃったんだよ。怖い。え、怖い。荷物もなくなっちゃってるし、連れ戻してきてほしいんだよ。このままじゃ商売上がったりならさ。いいじゃん。部屋を見せてもらってもいいですか？もちろんさ、さあこっちだよ。鼻めちゃめちゃしてる。え、汚い。なにこれ。なんで？え、汚い。タバコ？うわ、ヤニカス。ヤニカスだ。さ、そのお客さんというのはどんな人だったんですか？うん、そうだね。あれ？え、これさ、なんかさ、一瞬出てきたくない？え、一瞬だけ出てきたよ。プチヒゲのある男の人だったね。この町の人じゃないってことだけは確かさ。プチヒゲにタバコ。はっ！あれ？先生、それってもしかして、え、チェルミー警部ではない。チェルミー警部ってラインフォードのお屋敷にいるあの威張った人のことじゃないだろうね。違う、あの人じゃないよ。もっと悪そうな顔した人だったよ。趣味の悪いことなんか聞こんじゃってさ、まったくどこに行ったんだか。先生、悪いけど、うちの宿泊代を踏み倒した犯人も探してくれよ。頼んだよ。たくさん頼まれちゃって大変だね、レイトン。やだ。宿代を踏み倒した犯人を探せって、僕らは黄金の果実を探してるっていうのに。ですよ。町の人は誰も何も知らないようだし、今のところ手がかりもないようですよね。黄金の果実なんて本当に存在するんでしょうか？よく考えるんだ、ルーク。街の人たちが私たちを遠ざけようとしている場所が一つだけある。塔じゃない？え、あの塔さ。うん。街で誰に話を聞いてもはっきりしたことは分からなかった。しかし、もし黄金の果実が塔に関わっているとしたら、塔に近づかない街の人たちが何も知らないのも不思議じゃない。それじゃあ塔に行けばいいんですね。今日は町の一番北側にある市場の先の路地を調べてみよう。ですってよ。お、次の目的、塔へ続く道を探せ。はい。あとちょっとなのかな。あと3つくらいかな。塔へ続く道を探そうですって。ああ、やっぱりね。もう行きたくなくなってきた。やっぱり。こんにちは、調査は進んでますか？聞き込みばかりじゃ退屈でしょ。この謎で気分転換でもどうですか？高い、意外と。しかも何？図のように本棚に日本文学全集が並んでいる。この全集の第1巻第1ページにすくっていって
すくっていたって何？すくっていたって分かんない。本の虫が第2巻の最後のページまで食い進んだとしたら、この虫はどれだけの距離を動いたことになるのだろうか。全集の表紙の厚みは2ミリ、本の中身の部分の厚みは3センチとしてミリ単位で答えてほしい。キモい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 。何？数学？また2ミリとか。あ、キモいか。ちょっと無理かもしんない。何？マジ、すくっていたって何？巣を作ってるみたいなこと？食ってんじゃないの？え、食ってるってこと？食っていたって。巣を食べたってこと？ちょっと何言ってるか分からない。巣を作っていたって何？分からない。作る。どういうこと？1巻の第1ページに、え、全然2ミリ3センチ、どういうこと、どういうこと。え、ちょっと無理だな、算数は。算数だけは難しくてできないです。とりあえず進んだってことよね、虫が。多分巣つく、うん、1進んで1巻から2巻の最後まで行ったってことよね。だからこのここのやつをミリ単位で答えてくださいって言ってんでしょ。マジ？そんな難しいこと言ってくんの？言ってます。いやー、絶対意味違うやつ出てくるんだけど。どういうこと？え、作っていた意味とか調べるとなんか全然違うこと出てくる。あまりにする多く好ましくないものやその仲間がたむろすること。あ、巣を作るってこと？まずい。これまずいね。最初からまずい。まずい。この全集の表紙の厚みは2ミリ。3センチ。え、怪しい？わざわざだって書かなくてよくない？そういう感じ？なんか怪しくない？なにこれ、うん、謎のさじ、謎の謎。うるせえ。え、ちょっとよくわかんない。ちょっと考えないとやばいっすよこれ。初ヒント見ちゃう？でも2と3しか数字が出てないわけじゃん。うん、まあ2、4、2、6、8とかね。6、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 
ね。怪しいです。多分そんなでかい数字ではないと思う。2巻の最後のページまで。2巻の最後でも厚みね、目で3センチ。え、厚み2ミリだったらさ、でも1から2だったらさ、2、4で4じゃないの。4? 普通にやったら。わかりません。でもそれでいいのじゃん。最初から第1から4まででしょ。あ、2まででしょ。4じゃん。4。4。あーあーあーあああ
あ、読んだ読んだ読んだわ。合ってる？このさ、うん。一巻のさ、読み始めがここなんよ。うん。ここで、二巻の終わるページがここなんや。うん。で、二巻の始まるページがここや。うん。国語の教科書みたいなんだから、こっち開きなんだ。うん。4。正解は?4です。だから2ミリずつしか動いてない。いけ！すべての謎は必ず解ける。あ、来た来た。お。謎は解けるから謎なの。え、2000も持ってんだ。あ、ほら。あ、本当だ。ああ、そういうことです。投資のあれだけってことだ。そう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 。はい。うん、これじゃ簡単すぎたかな。なんだこいつ。お、今先生が主役のミステリー小説を書いてるんですよ。え、すごい。先生の活躍をもっと見れたらいい作品になると思うんです。もっと書けよ。だから頑張ってくださいね。なんかちょっと煽ってくるよね。うわ、ルークの色してるよ。ルークも置いてみるか。色で決めつける。コメント気になるわ。ランプ、このランプはいいですね。これでもっとこの部屋も明るくなりますね。多分ランプか、明るい。いや、ループでしょ。コメントが浅いわ、お前。浅いか。浅い、こいつ。こっちね、じゃあ。あ、確かに、これテーブルに置いてる。ちゃんと。なんか変なとこに置いてるのよくなくない？多分そうだ。気に食わんから変なとこに置いてるな。気に食わんとそうなっちゃうんだもん。理解理解、オッケー。よし、塔ね。こいつは口黒ボケ。あ、こいつ？え、謎オーバー行かない？行ってみるか、一回。謎オーバーは…一旦謎ラッシュしよう。間違えました、すいません、出ます。こっちだ。あ、いた。おばあちゃん。消えちゃうもん。来た。はい。来いよ。あ、そっか、家の方か。え、マジ謎ラッシュだよ。あ、でも、あ、そんなんでもないね。上から行くか。ちょっと簡単そう。意外となんか少なかった。もっとやばいかと思った。思った。ちゃんと見て。え、待って。そんな。まさかの。あ、出たー。ああ。ああ。あなたできないやつやん。あなたしこれできないんやろ。あなたできないやん。これ私無理だよ。マジ？何？適当でポコポコか。しかも牛乳だよ。5リットルずつ。わかんないよ、こんなんね。できるはずなんじゃ。できないんじゃよ。え？一回ポコポコやっていいと思う。ポコポコ？うん。ふかふか。
ん不可能。こんなんできないですって。なんだよこれ。怒ってる。え、ちょ、これ無理だよ私。多分一生同じことしちゃうな。嘘。別の数字になる気がしないね。私にはできない。1、1、右。17。うわ、どう、うわ、一緒だ。来た。あ、ここだ。やばくね。どうでしょう。やったなんか来たんですけど。カズチ当たる。ラッキーラッキー。うわ、なんか煽ってきた。いつかはできる。夢。できない時もあんだよ。そうだよ。バカ。競馬場の謎を解きますか？はい。いや、解きたい。解きたい。お、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 いいじゃん、いいじゃん。あ、馬。競馬場。うわ、出た。馬 A は2周、馬 B は3周、馬 C は4周。今、スタートラインに ABC が並んで、同方向に一斉に走り出した。スタートラインで3頭がもう一度並ぶのは何分後か。出たー。え、頭おかしくなりそうなんですけど。あれみたい。お兄ちゃんが最初に行って、弟が追いかけてみたいなやつ。やだー。数学であったと思うんだけど。またじゃん、また数学でしょ。わかんないっすね。何言ってるの？ある競馬場のコース、1分間ね走る距離はいかん。よいしょ。1分に走る距離？え、でも1分じゃない？1分で2周すんでしょ？1分で3周？え、どういうこと？え、だから1分間に馬 A は2周すんじゃん。で、1、2で3。同じとこにいるわけじゃん。うん。全員同じとこにいるくね？ 1 分で。あ、そっか、ゴールしてんのか。うん。ああ、速さが違うだけね。え、そうそうそう。確かに。1分。めっちゃ足速いだけで1分にいるやん。なんだよ。しょうもない。なんだよ。しょうもないです。私の回答は。言うな、お前。本当だ、本当だ、しょうもない。溶けたよ。見てはしょうもない。あ、ほんとな。あ、そうだよね。足速いだけだもんね。そうだよね。そうですよね。一旦ね。そりゃそう。あ、やばい。やばい、やばい、やばい。